つもご視聴ありがとうございます。アルト FR です。今回は谷口さんのレベル1走行会が開催されております。有権の YZ サーキットの方に来ております。当日は道路維持作業車などたくさんの軽自動車が走られておられました。実はこちらの車両、有名なホンホンというバイクエンジンにノスがついた車両になります。今回の動画でも光栄自動車さんの三菱の愛はやぶさバイクエンジン搭載の車両が走られておられます。実はさらにすごい事実があります。隣にあるこちらの白い三菱の愛ハーサーの車と一緒のようにバイクのエンジンとなります。なのでこちら3台とも全部バイクのエンジンとなります。まあまあ、すごい人たちですね、特に軽自動車のドリフトの人たちがめちゃめちゃいますんで、もうそこで一枠作りました。そして、レベル1の初心者の方ですね。そこは台数が、6、7台かな。なんでゆったり走れる感じ。ドリフトクラスっていうのを作りまして、それはハマちゃんとかね走りますんでね。東海カーズさんという方が2枠、買いますと、そういう感じですね。東海カーズでもこっちです。東海カーズでも大見えですよね。名前が細井さんで。細井さんで。聞いてくださいよ。寂しいじゃないですか。そういう感じです。見た目。あ、時々僕の YouTube チャンネルも出てますね。100万回で男ですね。結構遠い人で、広島から来た人です。広島からですか。ね、広島の人挙手お願いします。おはようございます。特に何をするか分かりません。コースで走ってたら勝手に絡んでください。相手するんで。奥の方が来てますか。今日軽自動車の変わった車が来るというんで、谷口さんと取材させていただきました。だからお邪魔にならないようにうろうろすると思いますので、これは明日からご協力いただきたいと思います。よろしくお願いします。で、かわして、かわせるようになって、最初から。でも、ラジエーターの水の量を測ったら、国内の方が量が多かった。量を測り比べたら。だから、これまた国内コアで戻そうかなと。戻して、アルミのラジエーターから。やっと街にまたデフィーの FD が来て、来たかったけど、やっと。1.3 これは 1.3 ですね。そうか、確かになんか不思議な。オイルクーラーですか。オイルクーラーでかいっすね。シルビア用サイズへぇー、そうか、輸出よそこもちゃうんや。つける感じですか。いや手に入らんぞちゃいます。普通には手に入らんね。ですよね。作ってるのはなんか滋賀で作ってたらしいけどね。そうなんですか。一回全部海外に出てから買えないっていう。今黒になってた。
で高さが気に入らんからあのシルビア用のステーが転がっとったから足してこの分足してあで屋根の高さと一緒に風邪ひくバキッて今ボルテックスオーダーしたらなんか1年半とかなんか納期待っとられへんよと忘れた頃に来るみたいな誰のやったっけみたいなこれあのアクセル見たらこれもキュッとこう変わるしV930 タワーだ。エンジン本体はノーマルなんです。エンジンは何もしてない。自分で聞いたら FR に書いてある。そうなんです。だからあの、ちょっと違うんです。FR あの使ってる部品が。部品が。プロバイルさんの部品じゃない。駆動シャフトとかは、まあ、あのもうプロバイルさんから売ってもらって、で、フォーシングの付け方の付け根だけ、多分ね L700 ミラーの付け根を使ってしてはるんですけど、もう部品が廃盤で手に入らなくて、本当にやっぱ車1台買ってきてみたいなしないといけないのを、そうじゃなくて今手に入る部品で。でやっぱりあんま覚えてないんですけど、ミラーイースとかの、フォーシングの付け根とかで作ってます。今日は、これはメーカーとかわかんないんです。わかんないですか、はい、なんか最初コペン用で、コペン用はコペン用なんか作ってもらったやつなんで、もともとサーキット走ってて、そのままの足でやってるんで、最初からの足で、そうですね、最初は FF で、ジムカーナやって、サーキットやってみたいな、今、FR ってドリフトしようみたいな、でも FR って難しいですよね、コペン、むしろだって、四駆がないですよね。そうです、作るのは難しいです。ですよね。なんで、多分普通にミラーでやった方がいいの。アルトのエヴァルトは簡単な感じではできないですからね。アルトはあれなんですね、付け根一緒なんですよね、四駆と FF 後ろ。そうっすよね、だからフォーシングだけを阻害すればできると思うのが、ダイハツは付け根が位置が違うんで、だから溶接からしないといけなくて大変なんですね。そうっす、そこがネックっすよね、コペンでやる。ちょっと走ってるのもちょっと撮るかもしれない。分かりました。お願いします。ラジエーターでっかいっすね。絶対でっかいっすね。水温上がりますこれでも。いや、こんだけやっときゃ全然上がんないですね、夏も。で、タービンが先ほど言われた鈴木スポーツ。そうですね。100馬力。100馬力出るっていう。でも、ブロスト1で止めてるんで、出てるのか出てないのか、出てないですよ、ね。そうなんですか。で、今インジェクターも変わって、はい、全部切ったのも、コンピューターから。車庫長がブリッツなんですよ。そうですね。ナックルとかも変わってて。ナックルも変わったんですか。はい、あの山本さんというクラスで。山本剛さんですか。違うんですか。九州じゃないですよ。九州じゃなくて群馬の方で、はい、あのカプチーノでドリフトされてる方いるんですけど。そうなんですか。そこのオリジナルの、はい、そうです。山本会って。そうなんです。山本自動車とは関係ないですね。関係ないです。今めちゃめちゃハンドル切れるんですね。はい。めっちゃ切れる。ほんま切れますね。だいぶ楽しくなりました。消えちゃったですけど、ここあの山本会ってこれ書いてあるんですけど。そうなんですね。ちょっと見えないかもしれないですけど、はい、山本会ナックル。山本会ナックルです、これ。
特に自慢のポイントとか。ね、ないですね。
誠にありがとうございます。他にもたくさんの動画があります。他の動画の方もぜひぜひご覧になってみてください。チャンネル登録お願いいたします。